時間の方はですね、ですけれども今回のこれはですね、一方的に私たちがここでパネリストで、皆さんにお伝えするというものでもなくてですね、上田にこんな宝があるのでぜひ皆さんと一緒にその活用を考えていきましょうというふうなことでもあるんですね。なので、私たちはその一つのこう、情報を提供して皆さんにも考え方をというふうな考えています。でぜひですね、皆さんの方からも会場の方からもご意見やご質問などあればお聞きしたいと思いますけれども、よろしいでしょうかね。ちょっと電気の方を明るくしていただけますか。どなたか、結構ご意見なりご質問なりございますか。あるいはその笠原さんのですねところをこういうふうに活用したらいいんじゃないかと、そういうそのコーナースのアイデアについてお聞かせいただければと思います。サウと上田の一番 あのシンボルだった、養蚕の神様、大星神社の隣にあるんですけど、非常に大星神社と同じぐらいに古い神社でございまして、小金の国神社と申します。でそれはしばらくの間ちょっと木立の中に隠れていたんですけれども、整備をいたしまして立派なというほどではないんですが、お社ができておりますので、どうぞそこは皆さんで上田のシンボルとしてぜひもう一度行ってみて、ぜひ一つのお宝として加えていただきたいと思います。でその横には解雇のことを歌った万葉集の歌詞も語っております。どうぞ皆さんで行ってご覧になっていただきたいと思います。ありがとうございます。小金の国神社ですね、はい、大星神社の隣に隣接してるって言っていいんでしょうかね。はい、大変広い大星神社とお社なんですけれども、はい、ありがとうございます。他には何かこんなアイデアっていうことですか。はい、どうぞ。あ、さっき後で言ってくれて小室にもですね、駅前の眉蔵を使ってクラシカルの満館という眉の展示の館があったんです。それ眉の歴史ですとか、まあ、小室もサントだったんで、そしたら人が来なくて閉鎖されて、今閉鎖されて市長はもう壊せって言ってる状況なんですが、なかなか公共で大きなお金を投資して資料館を作ってみても、人もなかなか今難しいし運営も難しいのかなって、いう状況はあるかなと思うので、私はまあそういうのもちろん必要ですが、ぜひあそこを使って、洋館とか結構ちょっと状況見てないから分かんないんですけど、なんか市民がやっぱり集うようなアートとか、文化の発信基地を作って、そこで一緒にそれを売れるような何かこう、ここは大学ですけど、そういう市民 のアートとかね、そういう、講座をやって、それでなんかそこから新しい産業みたいなものを生み出せるような感じになるので、私今、小物の駅前で停車場ガーデンっていうガーデンを運営してますけど、月に園芸とその食の方で講座をやると、もう人がすごい殺到するんですよ。お断りするくらい殺到してるんです。でそういう人たちが今度また作り手になって売っていくという瞬間を作ってるんですけれども、少しそういうなんか文化の産直じゃないんですけど、それを育てているような、それがなんかもしかしたら糸に関わる繭を使った何かをやるのを育てるとか、そういう場合になって新しいこう表現、繭を使った表現みたいなのも発信できていくと、新しい産業としてなっていくのかな。
最近ちょっと一つ加えてびっくり、上田がびっくりしたのは、あの真田幸村人気ですなんか急に歴史の街になっちゃってあの、ね、全国ナンバーワン の中行きたい歴史の街って上田がすごい上の方に踊り出ちゃってなんか高校時代全然歴史の街で売ってなかったのにすごいなと思ってで、まあ、そういうストーリーの方がちょっと今はエビジックのところではちょっと勝ってるかなっていう感じもありますけれども、お散歩っていうのはあるのかなって思います。子どもたちが育った桑というのは、よくあの左側とかですね、普通の桑と言われますが、どういう種類の桑を伝えたでしょうか。あのまずは、子どもたちがあの家の周りから取ってきた普通の桑ですね。それから、左桑もあの大きくなっている蚕が大きくなってくれば、あの柔らかいところは食べました。でもしだれ桑のあの硬いところは食べません。それで、安全な桑を確保するというのは大変難しくて、道端のを取ってくると消毒しちゃったりすると一気に全滅してしまうので、桑もあの、特に4年5年になってくるとものすごい量食べるので、私はあの生薬部へ行ってあのとっさりと取ってきて、それであのもう子供たち取ってくるので間に合わないので、あの冷蔵庫に入れておくと、あの冷蔵庫に入れておくと、まあ、1週間ぐらいはあの持ちますので、あのさっき発表にもちょっとあったんですけれども、あの介護、飼育、それからさなぎになって卵になった後とか、そういうのは冷蔵庫はあの必需品というかないと、というよりもあると非常にあの便利だったなというふうに思います。先ほどね、あの、清水さんの方から湯漬けの里のあたりには、ね、たくさんあるというあの話があったんですけれども、私もついにあの足りなくなってあの子どもたちと一緒にあの裏山の方行ったんですね。そうしたらね、あの手入れしてあるのもありましたし、ないのもあるんですけど、結構桑の木っていうのがたくさんあって、あのこんなにねたくさん残ってるんだなっていうのがちょうどびっくりしました。あの本当にあの国葬さんのね、ずっと上の方まで以前は桑畑だったなっていうのはあのよくそれで分かりあの実感したということですけれども、あのそんな答えでよろしいでしょうか。ありがとうございました。付け加えさせてもらっていいですか。あの桑の木っていうのはですね、ある程度の高さで切る、あるいは下から切ると1メートル半ぐらい1年に伸びるんですよ。それはとても柔らかいいい桑なんですけど、ほっとくとあの30センチぐらいしか伸びないから硬いのしか出ない。それで私たちは昨日ちょうど切ったところです。10本ぐらいで、それだと多分2000匹から3000匹まかないんですか。あの野生のやつを使っても5000ぐらいは十分私たちのところで対応できると思います。定量切り戻しをしとくということが大事ですね。ありがとうございました。